はい、現在はね、7月の30日木曜日なんですけど、もうオールしてね、今もう夜のもう9時くらいなんだけど、ガチで眠いんだよ。だからもうすぐ寝て、明日学校行きゃもうマジな休みだから、もう30、31日休みだから、これ今日ね、こちら獣神祭、ちょっと 音出してなかったね。こちら獣神祭やっていきたいと思う。でオーブが18巻から、5、1は5、5、2、10、5、3、10、10、3回回せます。3回過去に、あれ何コラボっつったっけ、ストリートファイターコラボでボコボコにされたんで、今日はもう宣戦布告、もうねやっていきたいと思います。でね、じゃあもうこの感じからいきます。じゃあいきます、よいしょと、確定。あでもこれ全部金なんだよね確か。ちょっと待って、ちょっとまんま牛いきます。ストライクショット、ルシファー、ルシファー、てめえなんて一応いらねえキャラだろ、ここにある。闇を感じる。ルシファーだけのページでいこう。今回ね、出やすいらしいからね。でね、なんか重心祭の時になんかこの、まあ、これちょっとまあ僕の おざこパーティーなんですけど、まあこのようになんかお祭りって書いてあって、なんかわっしょい気分だね。ルシファーだけのページをマジ全力で探したい。あるべ、ルシファーのページだけ。さっきから、卑弥呼しか出ないけどさ、嫌がらせ？ディスってんの？あ、もうこれし、この絵柄しかないんだ。オッケー。わかった。じゃあここの絵がいきます、ここの絵。で、モンストには、なんか裏技があって、まあ噂で、なんか、最初に、例えば、まあ、今ちょっとやっちゃったんだけど、たまに、ほんとごく稀になんだけど、例えば、こう、じゃあ分かった。こう、ルシファー出ました。ルシファーをタップします。で、そのまま、回す。で、まあ、ここまで普通じゃん。そしたら、ここ、さっきとね、真ん中をね、まあ、タップしまして、まあ、約10から20から30で、そのまま引っ張るだけで、ストライクショットって言うから、あ、言わなかった。いや、でも出るから。え、誰、馬町いらねえよ。やばい、最後の1回か、マジでやだな。いや別に今日回しても、今ログインが確か270何日で、もうあと1ヶ月また10個オーブが貯まるから、まあまた頑張って貯めれば、まあいいかなみたいな、まあそういう週もあるんだけど、ガチで、最後の最後で、やっぱり見せれれば、いいんじゃないですか？いきます！いや、待て、連続でガシャっちゃダメなんだよ。ちょっとね、最後はじゃあ神々しく行こう。神々しく。ここだ。ここのページでいきます。頼む。はぁ、待てよ。王のレターだ、ロシアゲ、王のレターだ、エクセンタル、頼む。ルシファー。もうこの中にはルシファーしかいない。行くよ。ストライクショット。ほんとくたばれ、マジでおかしいやろな。何が獣神祭だ、大していいの出ねえぞ。みんな欲しいよ、ざけんなと。マジで何なんだな、何が獣神祭だ、何が獣祭だ、おい全然いいの出ねえ、なめてんのな。基準を知れよ、基準を。こういう時ってさ、パズドラとかさ、ジョジョ SS もそうだよ。何が SSR ローハバップ、何がゴッドフェスだ、おい全然いいので、ね、全部銀パチだ、銀パチ。おい笑えねえぞ、ほんと。まあ、まだ272日だ、ログインボーナス。うん、あと30日。頑張りますけど、ね、笑えねえってよ、ほんまに。うん、マジで。で、マジ、オールして、ちょっと眠気からちょっとイライラ感もちょっと強く増してるし、
マジ何なんだな。まあ、このタイトルは、まあ、ほんと、ルシファーを当てる方法を教えますでいいよ。もう都市伝説だよ、都市伝説。うん。またよ、オーブ貯めて、またコラボも当分来ねえだろ、コラボだってよ。もういいよ。8月の下旬、また出んだろ。頑張ってオーブ貯めてよ。ルシファー狙ってやるよ。やんなっちゃう、ほんともう。友達が、なんか、獣神祭でなんか、ルシファーと、徳川と、ラプンツェル当てたって言うけど、何今マジで当たりやすい。今回してダメだったんだよ、もう。もう本当にやだ。何なの？もっとね、マジ、確定系もっと来てほしい。うん。というわけで、コバちゃんでした。ガオー！